さんこんにちは、バリスティックボーイズです。 CL 開局4周年を記念しまして、8月14日に LDH クラブチャンピオンシッププレイフォービクトリーが開催されます。昨年はですね、約5000人の方に来場いただき、はい、サッカーチームの、ね、僕所属してエスペランサと野球チーム2人になりますね、中田ユーリーズのね、この対決でしたが、今年はなんと、ゴルフ部、LDH フルスイングクラブ、こちらの3人は入ってますからね。はい、と、新しくできたバスケ部、中目レモンスティーラーズの4チームでの対決となっております。かわいいね、名前。ルータ君はだからバスケ部ってことでしょ。そうです、念願のバスケ部ができまして、僕スポーツで一番好きなのがバスケなんで。もう結構チームメイトとも。そうですね、はい。まだ実は一回も収録に行けてないんですけども、気持ちはもうかなり前のめりで、早く参戦したいなと。スタメン取ると思う、はい、あ、スタメンもちろんです。わあ、いいね。5人だからね、そこ、ね、確かに結構ね、はい。前回ほら、そのやってて、野球のサッカーね、普通には、楽しそうやな、楽しそうやなと思ってたから。だから何やるんだろうね、その4チームだから。確かに、もう前回はね、キックベースとかやってたよね、キックベースとあと打ったりとか、うん、上そうだね、またね、いろいろね、チームがバチバチですよ、ね、フリースローとかもこれそれこそ入ったりしてくんじゃないですかね。なるほどね、ゴルフで打つとかね、あ、入れる的な、そうそうそう、パター的なやつとか。なるほどね、これから多分いろいろ決まっていくんですかね、はい、すごく楽しみなイベントになっておりますので、こちら今回はですね、会場はララアリーナになっております。すごい、はい、観戦チケットが CL プレミアム会員限定で、抽選予約が本日の23時までとなっておりますので、皆さんお見逃しなく。というわけで、僕たちも皆さんに会場でお会いできるのを楽しみにしております、はい、以上、バリスティックボーイズでした。